はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、お父ちゃん一人なんですけども、ちょっと前からやりたかった企画をですね、やりたいなと思いますね。こちら、ペヤング焼きそば激辛マックスエンド VS フルダックポックンミョン。はい、そんなわけでですね、まあ1ヶ月前ぐらいに流行ったこの激辛マックスエンドね、今更ちょっと食べてみたいなと思いまして、1ヶ月前はね、ものすごいたくさんの人がね、食べて辛い辛い言ってたと思うんですけど、僕ね、辛いの大好きなんですよ。なんでね、この2つ多分余裕で食べきれちゃったなと思ってね。で、どっちが辛いのか比較してやろうかなと思いますね。ね、ダッフィーね。はい。今日は、エイシン君ちょっと忙しくていないので、ダッフィーちゃんに来てもらってます。よろしくね。はい、そんなわけで、これちょっと作っていきたいなと思います。はい、そんなわけで完成しました。こちらがペヤング焼きそばの激辛マックスエンドですね。匂いはそんなに辛そうな匂いはしない。はい、そしてこちらが2倍の辛さのプルダックポックンミョンですね。これも別に海苔の匂いしかしない。じゃあそんなわけで食べていきたいんですが、あ、普通に食べたんじゃ面白くないからね。どうしようか。前にもやったことあるけど、食べて辛いって言ったらもうその時点で動画終了にしましょうかね。もちろんね、僕はもう全部完食するつもりでいますからね。ただ最初に言わせてほしいのが、僕ね、辛いの好きだけど胃が弱いんで、先に牛乳だけいただいておきます。あとまあ念のためね、マヨネーズも持ってきましたね。じゃあ食べるよ。いいかな。はい、じゃあどっちから食べようかね。ああ、まあこの激辛マックスの方からやっぱ行ってみようかな。はい、じゃあいただきます。ペヤングだからね、全然匂いもそんなにあれだし、すっげーお腹空いてるから唾液がすごいんだけどね。じゃあいただきます。おお、言わないよ、言わない。おお、言わない言わない言わない。結構くるね。あ、でもギリ大丈夫かな。大丈夫。よし、ちょプルダックポックンミョンの方いただきたいなと思いますね。これちゃんと混ぜといた方がいいよね。おお、結構くんな、ペヤング。いただきます。これはね、ちょっと太めになってるんですね。あ、わかんない。どっちが辛かったのかわかんない、もう。